久保さん、ジェットマンですか。今回どうしようかな。今回どうしましょうか。うん人生の最終回にうん、どうしようかな。うんまあ、久保さんの言う通り、最終回があったとしても、死ぬ,死ぬまでももつ物語は続くので、 あの、あ、ザトウイチだ。僕、ザトウイチのね、終わり好きなんですよ。ザトウイチにしましょうか。ザトウイチの終わりの最後のセリフがすごく好きで、まあ、北野武さんが出てるやつですね。まあ、もっと古いザトウイチもあるんですけど、僕が見たらザ,ザトウ、最後のセリフ。最後のセリフ、なんだっけな、これ。最後のセリフ。あ、これだ。 いくら目ん玉ひんむいても見えねえもんは見えねえ。という、この意味ですね。うん。この、いくら目ん玉ひんむいても見えねえもんは見えねえと。こ,こ,ええええこれにしましょうか、タイトル。これあの、まあ、あの、なんだ。ラストシーンが、ま、北野武さんが出てるやつは、しか見てないんですけど、ま、盲目なんですよね。 で、盲目なんで、ずっと盲目を演じてるというかね、盲目風なんですけど、最後、目が見えてるんですよ。で、目が見えて歩いてんだけど、石ころ、こ、転ぶみたいな。それがね、僕ね、すごく意味深というか、なんか最後のこのセリフがね、痺れたんですけど、なんだろうな。うーん。見えてるようで見えていない。わかりますこの、 見えてるようで見えていないっていう、この、なんだろうな。うーん。すごく深いなと思いましたね。うん。なんか人間って、例えば、まあうーん、まあよく僕車乗るんですけども、まあこう、国道走ってるとするじゃないですか。で、便所行きたいと。で、正便漏らしたい、もう便所行きたいって意識をね、便所、 コンビニみたいな意識を持っていくとコンビニに目が行くんですよでもそこに意識を持ってないと見えてるんだけど見えてないんですよわかります普通に走ってて別にコンビニに聞き取られないんですよねだからこれ赤いポストとかよくありますけどじゃあ今日は赤いものを見ましょうつうとポストに目が行ったりとかねまあそういう心理学のテストがあるんですけど結局人が 意識していないと、あの、それが見えないってことなんですよね。だけど、このせ潜在意識というかね、別にその、まあ、久保さんも言ってましたけど、別に動画は撮れると。ね <laughs>。だからもう、なんか潜在意識というかもう無意識レベルでできるっていうね、その局地まで行くと、なんだろうな。見えるとか見えないとか、やるとかやらないとか、なんかそういう次元じゃなくなる。 わかりますだけど、まあ、フレーズがあるとするならば、みんな見えるものを信じる。体験したことを信じる。これが、まあ、一般的なステージだと思うんですね。まあ、その世界観でみんな生きてます。で、これ、第二ステージがあるとするならば、うん、見えてないものが見えるようになる。 じゃあそのプロセスは何かっていうと今まで意識してなかったけれども意識することによって見えるようになるまああの赤いポストでもそのトイレのコンビニでもいいんですけど意識することを見えるようになるとで第3ステージは何だろうなもうもはや見る見ないどうでもよくてもうそれが普通になるというかねもうあの寝ながらでも動画撮れるみたいなねもう久保さん僕眠いんですけど <laughs> 久保さんは今起きたのかな ちょっと今日眠いですさがに今日結構だいぶやったんで、仕事寝ようかなと思ったら、寝ようかなと思ったら、久保さんから動画が来て、もうマジかみたいなね。<laughs> 来たよ、みたいな。まあ次の動画は僕もう寝てますけどね。もうこれちょっと動画撮ったら寝ますけど。今日ちょっと頑張りました。<laughs> 今日結構やった。今日ね、なんで疲れてるかっていうと、ドリームアカデミアの,あの講義作ったんですよ。これね、めっちゃパワー使うんですよね。 あの、し、もう本気で話すんで。1時間20分ぐらい話したかな。それ今日午前中に撮って、コンサ、コンサルもしたんですよね、午後。これもパワー使うし。で、これさっきもね、あの、熟成さんの Q&A で40分くらい喋って。結構パワー使ってますね、今日。あ、あとそう。あ、そう。 あと、あの、メンバーシップのライブもやりましたね。金麦研究所のメンバーシップのライブもやりました。だいぶや,やりましたね。勉強会の講義も取ったし、コンサルもしたし、Q&A も取ったし、まあ、他の狛いのも取ってますけど、あと、金麦研究所ライブ、メンバーシップライブもやったし、結構やってますね。結構疲れた。 と言いながら動画撮れるっていうね。今2時22分。2222 22じゃないですか。<laughs> 今、2222 22ゾロ目ですよ。はいまあ、僕ゾロ目率高いんですけど。今2時22分でございます。はい、あ、そうだ。音声対談も撮れましたね。音声対談も撮った。<laughs> だいぶやったな。明日起きたら、まあ今日ですか起きたら、その編集した音声対談公開しますけど。 ね、やっても動画撮れますね。さすがに寝ますけどね、久保さん。起きたらまあ、久保さんから動画返信あると思いますけど。久保さんもう今から活動してるんですかね <laughs> <え>。<laughs> 久保さんもなんか、かなり早いっすよね。もう1時に起きてるとかね。何時に寝たのみたいな <laughs> そう。うん、はい。ということで、まあ、 あのー、まとめると見えようが見えまいが空気のごとくできるようになるといいんじゃないかなということですねそうだからそのやっぱね松下幸之助さんの雨が降ったら傘を差すこのシンプルな原理原則に全てが集約されているとね外に出るんだったら外に 外に出るなら靴を履くっていうねこのシンプルな原理原則ですよねそううん,なんかそういう風にシンプルに物事を解釈してシンプルにえシンプルに即アクションできるようになると人生は非常にまあ有意義になるのかなと思いますねまあ多くの人はそのシンプルにまあ物事を 考えたりとか物事を考えられない、えー、行動ができないってとこなんでみんなあだこうだ考えるんですよだから今日コンサルやってたんですけどそれもね堂々巡りって超大変だったんですけどうんうはい寝ますいってらっしゃい